はい、どうも、ミツアンです。お願いします。では、毎日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。コントです。お願いします。3日間、トミー生活。イエーイ。いやー。うわー、すごい。第2回が違います。第2回がもう始まるんですね。投稿前に第2回が決まった。これ、説明難しいんです。説明難しいんです。第2回、トミー同食生活。違います。あのですね、はい、もうすでに実は3日間トミー生活終わってるんですよ。あ、そうですね。で、オープニングも撮ってたんですけど、トミーハウスで本当は撮ってたんですけど、うん、その3日間生活の前に撮ったオープニングだけ、うん、データが破損。あ、じゃあ、あれなしにしてもう一回やり直す。違います、絶対に見てください。マジで今から新しく第1回やります。違います、本当にお願いします。マジで、いや、てか絶対見てください。いや、見てるでしょ、もう。いや、最後まで本当に見てほしい。もう終わったからこそ言える。いや、なんでオープニングその話終わったからこそって言ったらダメでしょ。なんかその、前撮ったオープニングはどうなんのかなってなってるけど、もう絶対見てほしい。結論が出ました。本当にすごいです。いやいやいや、違反行為を途中でね、だから結局。いや、ちょ、やめてよ、そんな違反行為ね。ちょっと一応企画の概要を説明すると、はい、まあ、トミーくん、うん、まあ、トミービデオもそうですけど、はい、まあ、今年結構食べる、そうだね、食べ物のイメージが結構より濃くなっていったのかな。そうだね、料理もこう結構動画で、そうそうそう、技術的にすごいなっていうところもありつつ、なんか視聴者さんから、え、トミーどういう生活を送ってんだろうみたいな、はいはい、コメントが結構増えてて、なんか3日間たけやきさん生活とかをやってる時に、うん、毎回トミーのカンタやってほしいって来るわけです、はいはい、まあ僕も言ってましたしね。そうですね、うん、で、まあ年末、まあこの1年その3日間なんか食べるみたいなことやってたりする中で、うん、締めとしてやっぱトミーに立ち向かおうっていう企画を持ってきたっていう感じでございます、うんうん、はい、そしたらもうあれでした。いやいやいや、じゃあ結論言おうとしてダメです。あれでした、もう本当に。で、僕はそのこういう生活やろうとなって、どう3日間にするかっていうのを決めてたので、うん、まあいろんな方というかいろんな企画の集大成になるような2023年最後の方に出る動画として、いいタイミングの3日間を選ぼうということで、11月の末ですかね。あー、そうか、そう、うん、その辺か。末というか、まあ後半の3日間、3日間、はい、生活を簡単にやってもらおうと思って、はい、うん、間違いなく今年一番きつかった。いや、そんなことないです。あの、待ってくれ。いや、そ、言論の自由が今、いや、別にそんなことないです。そんなことない。とりあえずもう、あの、次のシーンから、はい、トミーハウスでまず朝ごはんを食べるところが始まるので、ちょっとぜひ、あの、楽しんでみていただければと思います。はい、はい、じゃあ3日間、どうぞ。頑張ります。あ、いや、この動画見て、また見たいな、面白かったなと思ったら、あ、それは嬉しい、ね、ご評価をしていただいて、もしご評価が1万いったら、1万いったら第2回トミー同食生活。行かないでくれって言うよ、俺。ダメだよ、ダメだって、いい動画です。ずっと押さないでほしいですって。一緒に言う。コンビで別々の意見。いや、まあとりあえず、うん、めっちゃ頑張ったのは本当なんですよ。はいはい、頑張ってたんです。なんで、ちょっと普通に見てほしい気持ちがあるんで、はい、きつそうだったりして、ちょっと自分的にはパフォーマンスは納得いってないんですけど、まあ、あくまで実験みたいなもんなんで、はい、なんか、実際そういえばトミーってどんな生活してんだろうっていう、この3日間で結構知れる、はい、どういう働き方をしてる人なんだろうみたいなところは、相方としても見えない部分はあったんですけど、はい、うんうんうん、見たくない部分も多かったなっていう、今振り返ると、ね、でも健康なのが許せないっていう。なんで、なんで、まあそうね、はい、最終日の方もやばかったもん、ね、やばいですよ、僕。あの、逃亡とか倒れたりとか、うん、もうむちゃくちゃな、ネットフリックスかなみたいな。俺の連絡を無視したり、探さないでくださいとか、もうめちゃくちゃだったから。めちゃくちゃそっちのはずなんだけど、いや、俺が心配だよって、どうも心配だなんだけどって連絡して も, もう無視して、次の日の予定だけ送ってる。違う、心配だったもんね、わざ意地悪な心配で、意地悪な心配なんかないから。めっちゃトミーから慣れ慣れしい LINE が届く日々でした。いやいやいや、どう、大丈夫大丈夫かみたいな。やかましいわ。
大丈夫かな、心配で。あ、そっか、心配で心配で。ぜひ見てほしいんで、はい、じゃあもうスタートで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一回さ、焼いた後にさ、もう一回さ、火入れちゃったから、ちょっとミディアムレアではなくなってたかも。これまだ仕上げちゃっていいっすか。うん、あ、それだよね、抹茶ソースのショートなんで。はい、抹茶ソースをかけていきます。え、そんなかけるんだ。全然かけちゃった。うんうん、美味しい。うまそうだな。普通にめちゃくちゃ美味しそうだ。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー。これ二人で食べるってこと？一人。絶対分かんないけど。なんで？いけるかな。大丈夫だよ。ということで、1日目の朝は、抹茶ソース、うん、この、はい、これね、これメインチャンネルでカンタがショートに使ってたのを、はい、え、俺もやっていいって言って、あ、家に持って帰ってきて、これに合う料理を作った。作ってたかも。ので、1日は抹茶ソースのショート動画に出てきた料理です。ありがとうございます。どうぞどうぞ準備までして。はい、作りました。多い。いや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 、朝。え、ちなみにこれ僕も食べきれなかったです。ああ、よかった。で、昼もはいはいはい。なんで、まあだから2食でこれって感じですね。確かに確かに、いけんじゃん。そう考えたら多分。え、じゃあ食べていいですか。美味しそう。どうぞどうぞ。いただきます。え、すごくない。え、お好み焼き、お好み焼きの切り方特殊。お好み焼き作ったってこと。そう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 、お好み焼き。すごいね。豚バラと餅とチーズが入ってますね。へえ。で、抹茶ソースを使う。いや絶対美味しいよ。で、高評価1万いったら、うん、トミー同食生活4日。いや、意味ない。一緒一緒。ずっとこれやってんだから、この人。いただきます。うまっ。これがね、美味しいんですけど、結構、その自分でも作ったからなんだけど、うん、餅が入ってたりして、ちょっとこう、前日の食べる量とかもあるから、調整してきてますって。あ、そっかそっか。俺はさ、普通の生活のままこれやっちゃったからさ、あんだけ備えたと思って、お腹いっぱいになっちゃって。全然いいわ。餅が入ってんだね。そう、餅と豚バラ。豚バラ肉も入ってる。そう。わ、超うまい。これいっちゃうんじゃない。うん。うん。餅がいいわ。餅がいいけどね。いや、でも全然いけるわ。いける？おじいさん食べれない、これ。餅が隠れてるから。詰まらされちゃうからね。結構、びっくりするね、たまに。伸びていい感じじゃない？その、うん、確かに。でももう次の撮影行くでしょ？うん。急いで食べないと。うん、うん、入ってる。うん、いや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 、まだ全然大丈夫ですよ。うん、怖いな。エンタメでやってないんで。うん、よいしょ。いただきます。うん、うま、怖いな。まあやっぱ油は結構くるんで。俺肉ちょっとアレルギーなんよね、実際。いや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 、ダメですよ。いや、分かってんだけど、アレルギーの人いる。アレルギーなんやな。いや、もう本当になんです。いただきます。うまっ。ナゲットね、揚げ物だけど、意外とやっぱ、うん、中に入ってる肉が結構、なんて言うんだろう、ヘルシーな肉っていうのがするから、うん、意外といけるよね。トミーヘルプなしだもんね。ヘルシーの朝でトミー同食とか、トミーと一緒に食ってるっていう、食ってるだけになっちゃうからな。トミーが多めに食う日になっちゃう。すごいわ、多分本当に。いや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 、いや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 。とりあえず朝の部ということなんで、うんうん、一旦お好み焼き半分、うん、お肉4分の3残し、うん、ナゲット5分の4残し、うん、朝の段階なんで、うんうん、遅れを取っているわけではないことを祈りましょう。はい、ごちそうさまでした。都民生活1日目のお昼でございます。はい、本当に申し訳ない。何？ビュータトンネル付近では渋滞情報はありません。はい、全部忘れてきた。
あんまいないね。あんまいないかも。いや、うわ、いや、申し訳ない。振り出しに戻るだよ。違うよ、それは。なんでよ。いや、だ今日今日撮影終わったら、うん、ちょっと一回撮り帰る。いやいやいや、長くなっちゃうよ。すまん。いや、それ昼に食わなくなっちゃう。昼はもう、でもどうせ食えなかったよ。いやいや、それはでもさ、シーン的にね。うん、いや、大丈夫大丈夫。多分ね、今ちょっと撮影に向かってて17時ぐらいには帰ってこれんじゃないかな。壊れるわけないでしょ。はい、あんたあの時間の読みなんて4時間ぐらい違うんだから。今日バタバタだったんで、あのピンチです。いやいや、そうね。はい、頑張ります。いやいや、はい、ということで夜になってしまったんですが、朝昼の続きを食べていこうと思います。お好み焼きとナゲット、すごい量だね。そしてちょっと今日の動画の公開をしていきますね。さあ、今日も投稿が終わったんでいただきます。すごいよ本当に。うん、マジでうまい。うまい、うまい、ナゲット。もう年末だよ、今年も頑張ったな、今日は。今年もみんなもきっと頑張ってたと思う。トミーもこんないっぱい食べて頑張ってたんだな。何かとのね、生活をこうたまには知ることもいいことですからね。大体一日一緒にいることも多いですけど、今日も朝11時から今7時まで、じゃあ8時半何日全部いっちゃうわ。うん、うん、食えない、もう食えない。はい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 、ありがとうございます、準備していただいて。おお、まだいっぱいあるんでちょっと待っててもらっていいですか。うん、まずですね、画像を出します。3点セットがお通しで、鶏皮、こんにゃく、マロニーのサラダみたいなのが小鉢で出てきました。で、そこからですね、一応、4人で食べたので4分の1ぐらいで、ナスとキャベツの味噌炒め、唐揚げ4つぐらいかな、ぼんじりの唐揚げ5つ、串、焼き鳥みたいな串4本食べれば同じにはなるのかなと思います。で、これね、2つカンタ結構苦手かもなちょっと思ったんですけど、白子ポン酢とあん肝のポン酢、嫌いなものを食べる必要はないと思うんで、まあ無理せずで。それが僕の夕飯でした。あいつおかしいよ、あいつおかしいよ。ちょっとトミー電話しようかな。食ってんのかな、また今日も。あ、もしもし。待ってます。ちょっと動画回してんだけどいい？あ、どうぞどうぞ。今写真送ったんだけど、一応夜飯？あ、意外と少ないね、こうして多いよ。多いよ。俺一応今お好み焼きとナゲットは倒したんだけど。おうおうおう、すごい。俺も今お好み焼き同じの作って食べた。いやいや、いや不正な、具材余ってたからもったいないな。いや、そんな頑張んなくていいよ。いや、別にカメラ回してないよ、カメラ回してないよ。いや、ちょっと待って、これ信じられないわ。え、これ俺が今日食べたやつは食べなくていいんだよね、カウンターで。食べなくていい。なんでだよ。あ、そっか。なんで出すんだ。あ、そっか、それはいいんすか。え、違う違う違う、本当に常軌を逸してると思うわ。今日より明日のがきつ？きつ？明日はだるだるきつ。頑張ってね。うん、多分絶対変ではある。それだけは伝えとくわ。いや変じゃないって、大丈夫だよ。絶対変。チャレンジしてみるわ。うん。
はいっす。頑張って。お疲れ様でした。でね。お疲れ様です。はい。まともなんだよな、喋ると。人間の言葉を話せる怪物じゃん。もうお腹いっぱい。はい。いただきまーす。おいしい。油がえぐい。絶対無理。本当にガチでガチできついわ。こんなのでいい。誰かと飲みながら食ったらいいのかな。何これ白子。はい、これ食った。いや美味しいんだけど一旦もう無理だ。明日の朝頑張ります。ちょっと待ってください。すいません、本当申し訳ない。ごちそうさまでした。おはようございます。昨日の夜、今2日目の朝なんですけど、トミーから LINE が来ました。こちらです。飯テロされて、昨日の夜の僕が食べた量と同じものを多分彼食べに行ってます、プライベートで。うまそうだな。深夜3時9分にもちょっと足りなくてコンビニでご飯買ったって言ってて、いや、なんでそんなことすんの。で、朝ごはんでなんかピマックスに行くんだって今日。名古屋だよ、名古屋で、ピマックスに行くから胃を調整するために、本来は佐藤のご飯と豚バラ肉、こちらを食べるそうなんですけど、今1日目にして負債を抱えてるんですよね。でもここで1個視点を切り替えると、初めて白飯が出てきたのよ。俺白飯好きだから、濃い味がさ苦手なんです。だからちょっと浄化できるんじゃないかなと思って、もうすぐ食べ終わったら名古屋行かなきゃいけないんですけど行こう。まず豚バラ、焼肉のタレ、熱うま。うん、ピマックスってお持ち帰りできるらしいんで、まあちょっと限界まで挑んでみようかなと。でも胃が空いたかも、昨日ので。絶対ピマックス無理。ここまで追いついたな。朝ごはん終了でございます。今日も一日頑張っていくぞ。おお。トミー同食生活をしているカンタ君ね、今夕飯を今から食べます。で、ここはですね、まあ店内見たら分かると思うんですけど、名古屋、愛知県にあるピマックスです。やっぱね、今年ね集大成になるような動画にしたいっていうようなあのことだったので、今年2回チャレンジ失敗してるんで、3度目の正直で、2日目の夜は、ピマックスで、ピザ5分チャレンジをしようと思います。なのでね、ぜひここに赴いて、カンタもね成功することで、いつもは2人とも5分ピザチャレンジ成功したんだっていうね、初だと思うので、そんなコンビになりたいなと思いまして、夕飯はここでピザを食べていこうと思います。名古屋行きましょう。ということで、向かっております。トミー生活で来るのおかしくない。とりあえずピマックス向かってます。気づけばもう3時。急ぎます。こちらやばい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 、なに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 、何の音わかんないけど、とりあえず運転してきて、5分で食べたら、ただピマックス3回目。はい、もう夕方ですね。さあ今日は成功するんでしょうか。全くお腹が空いていないけど、全力で行こうと思います。行ってきます。すいません、撮影お願いしてた水溜りボンドです。すいません、お待たせしてます。よろしくお願いします。とりあえずチャレンジします。チャレンジ、はい。ジブリパークがあったりとか、岡崎市も近いのかな、意外と。あんま
把握してないんですけど、いやこの状況でも記録更新したいな。ほんと美味しいんで、みんなもしね来ることあったらぜひね、チャレンジメニューじゃなくとも普通のピザも絶対美味しいんで食べてみてください。全然いいんだけどね、運転も楽しいしさ。ただなんて言うんだろうな、こういうことだっけっていう。トミー生活って年末の一番最後のさ、水本のさ、チャレンジ企画にしようっていう話はしてたんだけどさ、変な頑張り方してない？ちょっと怖いんだけど。明日家で唐揚げが待ってる。いやでもマックスなんだよな。カマックスなんだよな。歴代の人だ。ついになんかこういうことまでし始めてるわ。トミー成功してたんだよな。しかも個人チャンネルでわざわざ来てたな。わけわかんねえ。来ましたね。大きいですね。いつもより大きめですか？いやとんでもないです。いつも一緒です。いつも一緒ですか？大きいですか？それでは準備はいいですか？ですよね。もう始まるってことですよね。そうですね。熱も込みなんで、熱も込みなんで、はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、じゃあ。いただきます。スタート。え、お兄さん。うん、おいしい。うん。うん。うん。あっという、あっという。気合入ってますね。うん。優しい。ありがとうございます。絶対無理。美味しかったです。でも ありがとうございます。残りはごゆっくり。あ、間違えます。涙出てきた。追い込んだ。無理だよ、もう無理だよ。分かったって。すごい、いらっしゃったんですね。トミー、相方成功しましたもんね。ああ、3回目で。3回目で成功しましたもんね。もう1回やったら成功する。いや、絶対やんないです。え、あの、美味しく食べに行きます。ああ、美味しくね。はい、絶対無理でした。でも3回やったら成功するのがいい。なんでよ。すいません、ありがとうございました。また来ます。3回目絶対来るんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。1回目より食えたんじゃないかな。ね、結構頑張ってると思う、我ながら。ただもう今日は何も食えん。今日は何も食えん。ETC カードください。表示録画を開始します。お腹いっぱいすぎんだが。運転もう終わって7時ですね。寒い寒い。なんか買わなきゃいけないのが、味噌おでんと土手煮が必要らしい。売ってんの？そんな。探して帰ります。買うことができましたね。やばかった、もうお腹いっぱいすぎて。まあ無事に運転もね、あの危ないこともなく、たどり着けたんで、気をつけて東京に帰って帰ろうと思います。ちなみに今日はもう食べる予定はないんで、探さないでください、僕のことは。ありがとうございました。おはようございます。いや、お腹は空きましたけど、確かにこの量は違うんじゃないかと。しかもこれまだ全部じゃないです。非常に面白いと思います。昨日名古屋から帰ってきて、深夜になんか食ってるらしいのよ、トミー。で、この後も水溜りの撮影あるんですけど、
深夜になんか食ってるっていうのは聞いたんだけど、一旦時止めてます。で、3日目の昼、カラオケ全品がやってきました。食ったって。で、やったって。で、僕が食べるものは一応リストアップしてもらってて、チーズサラダ4分の1、カルボナーラ、カレー、ピザ4分の1、たこ焼き、ポテト、みんなで食べた。ポテト餅、つなぎも焼き少し、春巻きにヤンニョムチキン半分、フライドパスタみんなで、ポップコーンみんなでっていう感じで、持ち帰れる準備もしてきてるんで、実際トミーが食べたであろう分を食べていこうと思いますが、3日では無理。でもカルボナーラは美味しそう。感覚いたっすわ。昨日トミーにさ、ピマックス帰りに LINE したんよ。そしたら腹立つ LINE 返ってきたな。めっちゃうまい、めっちゃうまい、マジでうまい。カルボナーラ、うん、はい、4分の1いったでしょ。ポテトうまいな。でもまあ大体4分の1ぐらいでいいでしょ。うん、うまい、うまい、ポテトもいいでしょ。カレーとピザ、ピザね。うまい。はい、ありがとうございます。レッドブルでございます。レッドブルいる人、はい、はい、OK です。なんか水たまりこそ心配なやつだろ。なんか ジョイサウンドの店員さんはみんな優しそうな顔しています。うん、結構スパイシーなカレー。いや、これトミー言ってたな。うわ、マジかトミー。君はどんな食生活を送ってんの。ジョイサウンドのジョイ TV を無言で眺める時間ができちゃってるな。カラオケの合間とかもなんかこういう時間って あるよね、多分。ちょっと待って、やばい、歌うしかねえか。無理、歌ったとこで解決なんてしない。あー、食えん。あー、無理、絶対無理。ということで、ちょっと本当に信じてほしいのは、僕が限界までずっと食べ続けているということです。はい、現場からは以上です。明らかに大食いゴジラが、この世に誕生しているということが、皆さんに少しでも伝わればいいなと思って、私は検証していくことを決めました。はい、特別な許可を得て、食べれなかったものに関してはタッパーに入れさせていただいて、持ち帰らせていただいております。なので、僕の3日間トミー生活はまだまだ続く予感がありますね。美味しいんだけどこんな食べれないって。はい、ということで、またちょっとこの後トミーと撮影があるんで、その時にちょっと一回クレームを言おうかなと思います。トミー生活、はい、3日目。確かにどうなってんのか。え、なし、やばっ。どうした。昨日もマックス行きま
ましたし、はい、あ、それは聞きました。今日もカラオケ行ってまいりました。はい、すごいです。え、なになに、え、なし、あり、ありか、そうか、ここに置けないぐらいな量あります。あ、そうなんだ、すいませんでした。いや、何やってんの、ダメだよ、厳しい相方、ダメだよ、笑いにしてもらえない相方が、ダメだよ、食べないと。いろんな関節が起きてると思う、関節、まっちゃんとか。あ、確かにね。今回は最後の今日の朝のその大食いは自分の企画だ、ね、うざい、カルボナーラカレー、うん、ピザ、はい、食べました。ピザ食ってる時、あの時俺すごい楽しかったです。あ、自分でピザ食ってる時、まあ、今一旦きついけど、今、あ、そうだよね、今一旦きついけど、これ相方もやるんだったら頑張ろう。うざうざうざ、何が残ってるか一応説明するか。はい、まずビマックスは笑われた。いや、違う、あれ成功しないんだったらさ、別にドミノピザとかそうこっちでさ、食っても同じだからね、ぶっちゃけ。いや、いやだ、マジはあそこしか、それが許されない気がしたんだよ、なんかビマックスでしょって感じあったでしょ。ありました。釣り目と食ったやつは今時間止めてます、ここに関しては。いや、ダメですよ、なんでですか。俺なんか思ったの、なんか土手、なんか煮込み買って帰りますみたいな。でも俺、釣り目と食ったの一品じゃないから、俺なんか、あれ、それ一品しか…違う、結構釣り目…こっちにないものを、土手煮と、あの味噌、うん、おでん、おでんみたいなやつを探して、でもそれ探してる時も、もう食べ物のこと考えたくないから、こっち。いや、3日は本当に無理、あと、トミー、マジで3日は本当に無理。もう俺体熱あるのかなっていう状態なんで、分かると思うけど、手あったかいよ、すごい。一応その土手煮とかだけ買って、あの一回時間止めます。いや、そんなんずるいけどね。真空パックにしないと、今日のカラオケに関してはもう動かせなかったんで、一旦そこに備えようということで、昨日のはもう止まってます。あ、そう。なんで今残ってるのは1日目のやつ、そろそろ食べきんないと腐っちゃうから。何と戦ってんだよお前。賞味期限がね、そう、足が速いもの追いつかれちゃうから。周回遅れになるとね、周回遅れお腹下しちゃうからね、死んじゃうっていうルール、デスマッチでやってるからちょっとさすがにそれ夜今日行きたいなっていう。うん、あとピマックスも行きたい、ね、本当は。でも絶対無理今。あ、そうなんだ。いや、でも頑張っているね、食らいつこうっていう。いや、でもなんか夜とかもなんか逆に僕も食べましたみたいな、もう本当になんか。いやいや、僕も食べてんの、どんな曲やろうかなと思って送ってくるから。俺もじゃあなかなかコンビでそんなに食ったものとか送り合うこともないけど。いや、ないよ。俺も一応、いや、送んなくていいよ、それ意地悪の連絡したいだけになっちゃったから。いや、すごいわ。だから俺明日忘年会みたいなブームのやつでさ、はい、食わないっていう。いや、やば。いや、もうじゃあ来ないでくださいって思われるよ。行きたくないよ。ダメですよ、そんな出席で押してるんだよ。行きたかったけど、もう無理だよ、食えないんだよ、食べ物見たくないんだよ。止めてるけど、ピザ半分と夜の飯と1日目のやつ残ってる。1日目のやつとピザ をまず倒して、うん、でその後にカラオケ。で、今日の夜で1回、まだそこも時間動いてないから。でも今日の夜、ラーメンだよ。コンビニの、でもコンビニのだよ、1000カロリーぐらい。コンビニのがいっちゃカロリー死ってあんのかな。シーンカロリー、うん、あるよ、これ違う何かになるだろう、なんか本当に無理、カロリーしということで、はい、頑張ってください。はい、今まだ2日目くらいの気持ちでやってるんで、よろしくお願いします。2日目の夜、ピマックス食いできそうなんで、ピマックス食いするか。ピマックス食いか。ジムに行ってしまった。うん、ピマックス美味しい。無理した分、次食べれなくなるんだから。4日目頑張ります、明日。ボロボロです。はい、1日目の夜と2日目の夜、
濃いよね、ピマックスの後でしょ、信じられんわ。いただきます。ゆめくん何？これあれです、味噌おでん。味噌おでん、うまそう。え、これ何？これあれです、煮込みです。味噌、何の煮込みなの？土手味味噌煮込み。あんま分かってないな。あ、これうまい。うまい、めっちゃうまいです。カンタも食えそう。余裕でしょ。余裕だろ。あいついけます。さすがにね。あいついける？あ、いきます。ピザの後でもいける？はい、いきます。うん、さすがにね。どうする？気合が違うんですか？確かに。見てみたいですね。確かに。うん、美味しい。はい、美味しい限りです。うん。もうちょっと浅草ラーメンの。ということで、都民生活4日目よろしくお願いします。今日はウームの忘年会になるものがあって、それに行ってきたんですけども、食べることができないということで、食べませんでした。はい、なぜならお腹がいっぱいだからっていうことと、それとプラスで私が食べてるわけにはいかないぞということなんで、私今からカラオケ飯をちょっと消化していきたくてですね、お腹はまたちょっと空いてきました。たこ焼き一つだね。たこ焼きを食べよう。まず、うわ、美味しそう。美味しい。トミーヤンニョム半分いってて、1,2,3,4,5 個あるから3つ食うわ。ヤンニョムいただきます。ちょっと待って、胃が動き始めてる。いけるかも、いけるかも、いけるかも。はい、食べ終わりました。いけるかも。春巻き2つ、これ食べたかったんよな、チーズ春巻き。待って、見えてきたかも。春巻きいった。一旦ポカリスエット。ポテト餅、うん、ポテト餅うまいぞ。つなぎも焼き少し。これ話さなきゃいけないことあって、17時です。それは食べるで当然か。フライドパスタ、うん、オッケー。あとポップコーンだ、ポップコーン、あとポップコーン、いけるいけるいけるだ。まあ、こんぐらいだろ。いったな。カンタ、お前やったな。よし、このまま行くぜ。おはようございます。ということで、本当に申し訳ないんですけども、メインの早大食いの撮影が入っておりまして、昨日あの後食べれなかったし、食べませんでした。はい、当初の予定だと4日間で都民生活終わるという見込みで、何が起きても4日間だという気持ちでやっていたんですが、どうにも終わることができず、時間をまた止めさせていただくということになってしまいました。とりあえずちょっとメインの撮影より優先させていただき、都民生活はまだ続行ということで、行かせてください。撮影行ってきます。わけわかんないことになってきたな。いや、もう僕今やばくなってまたやってるんですか。え、はい、ちょっとさ、それどうなってるの、終わったの？昨日連絡無視するのやめてよ。何今どうなってるの？連絡無視してるよね。助かるな。いやいや、闇金に取り立てされてます。彼一番やっちゃいけないことやってるんですよ今。その3日間トミー同食生活をやってるんですよ、はいはい、今年最後に、はい、で、それが一昨日までだったんですよ。はいはい。で、今日これあるじゃないですか。3日間なんですよ。で、だから3日間でちゃんと僕
ある11月のある日の僕の3日間をやってたんですよ、はいはい、で、一昨日に終わるはずだったんですけど、最後に会った時は終わってなくてでもその日の夜までだったんでどうなるか分かんなくて、はい、で、昨日もうありえないんですけど、昨日4日目なんでで、連絡して、はい、地震流れてきてますどうなってんのって聞いたら帰ってこなかったんですよ、連絡が、はいはい、今日の住所だけ送られてきて、はい、でももう今日違うものを食べるってことはもう絶対今日まで終わってないとかはありえないじゃないですか、はい、そうですね、てかもう今日違うの食っちゃったらもうなんか比較おかしくなっちゃう、おかしくなっちゃいますね、だからどうなってんのかなっていう今、ね、あれ終わったなら終わったって連絡欲しかったな、そうだよね、ごめんね、うん、いや終わってないよ、どういうこと、今失敗する瞬間ってこと、え、じゃあダメですよ、いや、ちょっと、どういうこと、もうやめて、本当にもう企画の話やめよう、いや、ちょっと、じゃあ今、昨日はどうしてたの、いや、昨日食ってたよ、そのウームの忘年会とかでも何も食べずに、はい、もう都民生活4日目やってたんですし、カラオケ分とか食べたりとかしてたんですけど、ちょっと無理で、ちょっと無理でのえ、ラーメン残ってる、え、じゃあ今これ食べたら失敗今日もいや都民生活3日間って言って3日で終わるじゃないですか、でも念のため4日目の空き、まあね、残してたんですけど、はいはい、4日目で終わんなくて5日目にラスカルさんとの撮影入ってるんで、はい、今こっち食います、時間止めてます、いやだから珍しいですよ、本当に同食生活で、じゃ珍しいとかじゃなくて違う、他のもの食べる人見たことない、違う、まあ、めっちゃ余裕ある人だもんね、すいません、そういう感じでやったと思う、ただこっち取りました、優先をそれだけ認めてほしいです、 あっちのラーメンこれ明日食べれなくなるのも違うっていうのでこっちの企画優先しました、あ、そうなんだ、だからその都民生活のコメント欄では言われてます、なるほど、でもこっちでは今よくやったよくやったぞって多分なってるはずなんで、向こうでも言われてこっちでも曲食えなくて言われることやばいです、大丈夫、自分で追い込んでますよね、もうピンチです、もうずっとずっとやばい、多分逃げます、そろそろその世界初食べ物 の、 あの累積の借金で飛ぶ人お金じゃなくてもうそろそろ食べ物でマジでやばいって、いやマジで胃薬めっちゃ飲んでる最近、怖すぎて胃薬飲んでるよ、最終日の最後のご飯でーす、よくここまでたどり着いたな今日なんですけども、本当はねもう食えないかもなと思ってました、っていうのもカラオケで全品大食いしたじゃないですか、でそれで帰ってきてちょっと寝たんですよ、起きたら考えてみたらそんなに食ってないのかと思いまして買ってまいりました、じゃーん、満腹濃厚豚ラーメン、うまそう、ということで都民生活最終日でございます、はい、本当にいろいろなことがありました、今日朝寿司早大食いしてきました帰ってきてジム行って気合で、でも体動かさないとまずいと思ってて、あ、休んでからジム行ってもう体熱くて、でちょっとお腹空いてきたんで最後マジで満腹濃厚豚ラーメン、うまそうだけどさ、うまそうだけどすごい家系の匂い、すごいね君本当に、トミーに LINE しました、最後のラーメンを倒しますと、LINE してみました、応援してますって来ました、軽いな、寿司食べました、ずっとやめろキロマラソンよりきつい、100キロマラソンより嫌、いや100キロマラソンは100キロマラソンのきつさがあるんだけど、いただきます、うまい、ラーメンいける、もやしいい、もやしが俺を助けてくれてる、おいしい、え、コンビニのラーメンうま、今日そのジムで体重測った時の体重消費だったら最後言うね、
ツオサムです。ベース100キロマラソンにきついことやってるな、あの人。食べ物大好きってもう暴力なんだけど、俺にとっては。ということで、ちょっと感想は別日にしっかりトミーの前で話そうと思うんですけど、とりあえず終わってよかった。5日間毎日20キロとか30キロ走らされてるぐらいきついっていう感じでした。はい、明日からしっかりトレーニングして体重を戻したいと思います。伝わってっかな。トミー生活、はい、終了いたしました。お疲れ様でした。成功させていただきました。はい、見たことない。いや、分かんない、俺はもう全部は見てないから、うん、どう、これどうなってんのか分かん、あんま分かってないんです。めちゃくちゃです、時系列が。はい、何？いや、なんか回転寿司のとこでまだ終わってないって言ってたから、どうなってんのかなっていう。回転寿司の後にラーメン食べさせていただいて、はい、完走したということですね。じゃあ違う。いや、本当に悔しいです。いや、もう本当にこれもうネタじゃん。いや、申し訳ないんだけど、ネタでやってるじゃん。あの、今年と来年にかけてぐちゃぐちゃにしちゃったなっていう。いや、頑張りたかったんです。幅は持たせてたわけだからね。幅は持たせました。4日で終わるんじゃないかと、保険をね。まあ、3日で終わる。予備日も1日予備で、うん、調整日みたいなね。そうなんです。あの、本当にですね、きつくて編集もままならない状態。本当なんです。もう寝ちゃうみたいなね、その寝ちゃう、あの寿司食った後も寝ちゃう、はい、もう汗かいて起きるみたいな。そうね、一応多分ラスカルさん寿司を先に出そうと思ってるから、はい、あの動画では一旦秘密で行かせて、普通に、はい、で、この動画で全て暴かれて、多分ぐちゃぐちゃじゃん、ぐちゃぐちゃじゃんってなってて、で、これちょっと、この昨日の夜ジム行った時に体重測ったら、僕63キロだったのが、うん、66.3キロになった。3.3キロ食ったと思って。そんなになくないですか。俺なんか、なんでって。 3.3 キロはないと思うよ、さすがに。ないんだよ、なんで。代謝ゼロだとしても 3.3 キロは増えなきゃなって。そんなに食ったかって。いや、でも、もうわかんない。あ、でもね、結局カラオケ全品のあれもそうだし、ピマックスも行ったし、うん、ラーメンとか。でも、その辺の、でも不思議なんだよね、ちょっと。まあまあ、寿司も食ったよね、そういうことね。寿司も食った。だから、でも良かったって思ったのは、ラーメン俺食った後に思ったのは、これ昨日の夜食ってたら、うん、俺寿司で大失態を犯してたかもしれないと思って。あの、寿司の後さ、ラスカルさんがさ、じゃあそれ、あの、レーンに軽く流してもらってさ、ちょっと取りますかの時のカンタ。あ、いやでも、あの、コンクオートしないでしょ。そう、私なんか、その、いやでも、じゃあ俺マジであの時限界だったんや。本当に。ラスカルさんはそのお店の紹介をね、ゆっくり食べながらみたいなおっしゃってて、カンタはもう食えないから、そんな、そうっすね、みたいな、その富生活がいけんじゃねで始まったじゃん。まあまあ3日でいけんじゃねっていうね。まさかの大ストップでこんなことになっちゃったから。まあだから連続にで、その大食いというかたくさん食べるっていうのは結構きつかったりするからね。しかもその前の日とかを1ら2杯食ってたりしたから。あ、そうだっけ。その歩幅調整してないまま入り込んじゃってたから。はい、楽しんでいただけたんであれば幸いですし、はい、まあ年末最後、まあトミー生活して終わりたいなっていうのがあったので、これはでも2人のね、はい、まあ僕もそうは思ってました、その時は。はい、なんで、楽しんでもらえたらよかったなと思います。はい、じゃあぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということで、以上、木南さんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日。ありがとうございました。この動画楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、また明日。